こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、元気ですか？はい、元気じゃないです。はい、いつもの通り元気じゃないそうです。ではそんな元気のないキャスさんに質問です。はい。いつも通りちょっと英語の勉強をしていきたいと思います。で、今から私が英語の方で、文を、ちょっと短い文を読みますので、それを何て言ったか日本語で、和訳の方をお願いいたします。OK。はい、ありがとうございます。Okay. では行きます。I'll fix it. Yes. Pardon? I'll fix it. Oh. Pardon? 訳をお願いいたします。今、あ、なるほどね。違います。だよね。I'll、I will、fix、it。ああ。I'll fix it。私はなんとかになるでしょうみたいな。私は何かかもしれないみたいな。違います。私は人間だ。答えは修理しますっていうことでした。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は以上になります。ありがとうございました。はい。私も元気になってきたよ。そうだね。はい、ですね。はい、じゃあ、はい、第3回目。いえ。何ですか？ポケモンクイズですね。はい、有名な3問ですね。3問目ですね。はい、いきますよ。はい、今日は好きな、私の好きなやつね。はい、ディットディット、当ててみて。ディットだけで好きなやつ、キャッサンが好きなやつ、ラコッタじゃなくてコダック。違う。え、関連性ある？それあ、ね、ない。だよね。英語に至ってはない。だよね。芸能人、何が AKB、 何、あ、じゃあ今度なんかこうイメージする。じゃあ今度なんかアイドル系の、これを持ってそうなアイドル、うん、パルルパルルでしょ。パルルって、パルルか。もうその時点で絶対持ってないじゃん。名前パルルね。パルルが持ってそうね。いやー、ちょっと選択肢もらっていいですか？やっぱこれさ、出したらもうほぼ答えやんって思うでしょ。私本当に勘だからね、マジで。でもこれパルルが持ってそうだよ。リグダ、ドードリオ、メタモ。なるほどね。ちなみに名前が分かるのが一つもない、私。そう、ガチで。結構有名よこれ。見れば分かるかもしんないけど、マジでその名前が分かんないけど、今ピンときたのはメタモン、3番メタモン。ファイナルアンサー。正解。マジで？待って、これマジやらせじゃないから。いや、マジでやらせじゃないよね、これ。ポケモンマスターじゃん、アミちゃん。すごくない？マジで全問正解です。今んとこ全問正解。楽しい。ポケモンクイズ楽しい。めっちゃ好きになった。その心が大切なんですね。ありがとうございます。やっぱり、はい、まずはそこから入る。そうです、全く知らない人は、はい、これはジムリーダーからのアドバイスです。はい、はい、ありがとうございます。ね、はい、そうなんです。もう時代は変わって、ジムリーダーが博士になる時代になったんで、はい。あ、なるほど、なるほど。まあ、わからないポケモンとかなんかそういうのがあれば、はい、いつでも教えますので。ありがたい。ありがとうございます。はい、今日もこれで。あります。大丈夫です。うんうん、私ですか？私は水系を持ってるかなって思われがちなんですけど、どっちかというと炎タイプが好きです。そうなんですか。ありがとうございます。特に興味ありませんでした。今日も一日ありがとうございました。